ちのおじいちゃんとおばあちゃん来てますね。皆さんこんにちは、ビジュアル系落語家のビジュアル亭悦楽でございます。皆さん、古典落語の名作時そばという話をご存知でしょうか。ハイライトでお送りしますとこんな感じでございます。そばください、ありがとうございます。ごちそうさまです。おいくらですか。16文になります。ひふみよいつもの名前、今何時で9つでございます。とう11、12、13、14、15、16、16、サンキュー、ごちそうさま。このようにですね、言葉巧みに一問ちょろまかすというお話でございますが、こちらをですね、ビジュアル系風にアレンジしてお伝えします。それではお聞きください。ビジュアル系ライブで、時バラ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 はいらんかね、安くて美味しいバラ。おお、さすがビジュアル系の村に来たらさ、え、何バラだってのがあるんだね。なるほど、しょ、え、安くて美味しいって食えんのかね、ちょっと気になる、ちょっと呼んでみ。あ、バラバラ、はい、あ、おたくのバラ安くて美味しいって言うけど、バラは食えんのかい。もう聞こえねえよお前、カウントダウンTVの自己紹介の人じゃないんだからさ、ボソボソ喋んない、声張ってくれよ、客商売だろ。ビジュアル系にとってバラは食べ物ですか。あ、なるほどな。だからビジュアル系はバラを主食にしてすく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 育ったんだな。そりゃ紅にも染まるよな。なるほどね。じゃあちょっとね、だからじゃあそのちょっと壊してみてくれよ。どうぞ。おい、器がこれ頭蓋骨を割ったやつだよ。気持ち悪いな、おい。なんだよこれな、おいおい。これで食うのか、ちょっと箸くれ、これね。よしよし、じゃあちょっと食ってみる。あ、でも、あ、バラのフローラルな香りがして、え、なんだこれ、あれね、花びらが麺みたいにこうやって細かく刻まれてて、これ美味しそうだね。ちょっと期待見よう。あら、箸が開かねえよ、お前。なんだこれは。なんだよ、箸に鎖が巻いてあるじゃねえか。まあ、うちも支援店ですから。あのね、そんなのはビジュアル系のファンしか笑わないんだよ、お前。いや、言いながらって、お前。もう、もう、腐りたな、ほら。え、だから、よし。いばらが育ってるじゃん、もう、なんだこれがよ、お前よ。ああ、もう、歯茎から血になったら、なんだこれは。まあ、僕らも、トゲがある男たちですから。意味わかんないこと言ってないの、もう、帰るよ、もう。じゃあ、お勘定。勘定、これで全員取るのか、お前。これ、いくらだい。16天使の羽でございます。16天使の羽、取り当たるな、こいつな。ちょろまかしてやる。おいか、ちょうど16天使の羽あるから。払うからな、よく見とけ。ひふみよいつめのなやし。今、何時だい。9つでございます。と、11、12、13、14、15、16、はい、ごちそうさま。おいおいおい、まだまだ。まだまだ払えるようなお客さん。何言ってんだお前この野郎。あれ、体は勝手にひふみよいつものまま。今何の時、何だこれは。人を欺こうとする者には罰が舞い降りるのでございます。まだまだ払おうぜ、まだまだ払おうぞお客さん。あ、ただ売れひふみよいつものまま。何だこれ、ヘッドバンギングしたから金払わなきゃいけないんだこれ。ビー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 ビ